暗っ。びっくりした、今びっくりしたよ。暗かった。皆さんこんにちは、森ありです。はい、今日はカラコンの紹介をしたいと思います。結構カラコンのレビューを最近してなかったので、レビューいつするんですかみたいなコメントがたくさん来ていたので、今回はですねこちらを紹介していきたいと思います。じゃーん、まあ、私度が違うので2つあるんですけれども、ジェムです。それでは早速入れていきましょう。マジ見えない。あー、はい、違いはこんな感じですね。両方つけていきます。ということでつけてみました。それではカラコンの紹介をしていきたいと思います。はい、こちらですねジェムっていうカラコンなんですけれども、これは本当に私が高校時代から使ってるやつなので、もうだいぶ前から出てて、鈴木奈々ちゃんがモデルをしていた商品になります。 DIA が 14.5 のベースカーブが 8.6 になります。なので、まあ私が相性がいいと言っている 8.6 ですね。あのこのレビューめっちゃ久々にやった気がするんだけれども、これは本当にめちゃめちゃデカめ、ほんとデカめ。これをつけるだけでも本当にいつもメイクしてるんですかって言われるぐらい発色が本当に良くて、あのコスプレとかこれからハロウィンの時期なのでいいんじゃないかなと思います。すごいピンクですよね。パッと見ピンクとかじゃなく、ほんとそのまんまピンクって感じで、お値段はこれ1個今はすごい安く売ってるところもあって1500円から2000円ぐらいで買えます。でもっと安いとか多分もっと安くなってると思うんですけど、だいたいそのぐらいで1箱が2000円ぐらいで買えます。1ヶ月のマンスリータイプになっているのですごく使いやすいかなと思います。オプティフリーみたいなやつとかだったらすごい洗ったりするのもめんどくさいとか、つけておくのもめんどくさいっていう子には、私めんどくさい人なんですけど、すごいこれ1本でできちゃうのですごい楽です。カラコン紹介でここまで発色がいいカラコンっていうのを見せることって私なかなかなくて、いつもくっちゃべって終わるので、今回はめっちゃカラコンを重視して載せておきたいと思います。いやでも本当にこのカラコンは発色のみで買ってて、他にもブルーとグレーとピンク、このピンクね、でブラウンとブラックがあった気がします。なので皆さんよかったら概要欄に書いておきますので見てみてください。他の愛用しているコンタクトだったりとか、過去のコンタクトレビューも下の概要欄に貼っておきますので見てみてください。はい、ということで最近使っているこのピンクのカラコンは何ですかっていう本当に素朴な質問だったので簡単にレビューをしてみました。もっと気になることとかがあったら何かしらでも質問をいただけたらなと思います。ということで今日はこの感じで取りためをしていきたいと思いますので、次も次の次もこの感じでお会いしましょう。ではでは、森ありでした。せーの、おつあり、バイバーイ。